エンジニア、マーケター、デザイナーの案件探しなら DYM テック、案件探しを代行し、希望の働き方ができる環境をご提供します。詳しくは概要欄をご覧ください。はい、編集者の上本です。大堀です。はい、今回新しいゲスト、アモーレ石神さんお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。芸名みたいな感じですかね。そうですね、普通のフルネームだと誰にも覚えていただけないので。なるほど。簡単にじゃあ自己紹介からお願いできますか。はい、株式会社やってみる代表取締役のアモーレ石神と申します。仕事はですね、主に3つやってまして、男性向けの恋愛アドバイザーというのをやってて、月にまあ10回以上ですね、まあ、合コンをやってますという、で2つ目が商品とかサービスの営業代理店をやってると。で、3つ目はですね、私もともと証券マンだったということがありまして、超富裕層向けの金融営業をやってる会社があるんですけれども、そこの一営業マンというのもやっているという形で、これ主に3つをやっているという状況ですね。今日はそのもともと証券マンだったというところのお話をお伺いできればと思うんですが、どこの証券にいらっしゃったんですか。4社いたんですけれども、新卒で入ったのが和光証券という会社で、今はもう水保証券になってるんですけれども、その次にベアスターンズというですね、アメリカの証券会社なんですけれども、そこに行きまして、でその次に、バークレーズ証券というイギリスの証券会社ですねに行って、で最後は、クレディアグリコルというですね、これはフランスの金融機関なんですけど、そこに行ったという形ですね。なるほど。ということで、今日はそこの証券会社を数々渡り歩いたアモーレさんから、特にバークレーズかな、一番なんか知名度ありそうなのってバークレーズかな。そうですね、今の中だとそうですね、年数も一番バークレーズがいらっしゃったんでしたっけ。こうは1年半ぐらいで辞めて、ベアスターンズから一番長かったのかな、6年半、バークレーズは4年半ぐらいですかね。で、最後のクレディアグリコルは3年ぐらいかな。ちょっとじゃあそのあたりのお話をお伺いしていければなと思うんですが、証券会社って何なのっていうところからちょっとお願いできますか。主に言うと、そもそもまず個人向けと法人向けみたいな形に分かれてて、その法人向けの中で言うと株と債券と投資銀行部門というのに分かれてるというのが大体一般的なのかなと思います。日本で展開してるところっていうのは視点を出してて、基本的にはその個人向けも当然やってますし、大きい視点とかだとそういう法人向けの部署もあるみたいな、そんなような感じになって、多分アモーレさんおそらく法人向け、そうですね、法人向けの方の債券ですねを僕は扱う部署にずっといて、僕のお客さんっていうのも、もう日本のその名だたるそのメガバンクとか、大きい政法、これは中央っていうんですけども、僕はその中央の担当の部署じゃなくて、地方銀行とかの信用金庫っていうところがお客さんで、かつその債券というものを販売する部署というのに、4つ会社はそれいたんですけども、やってる仕事も全部全く一緒だったんですね。基本的にはじゃあずっと地方の債券、地方の金融機関に債券を売るという仕事だけを。素朴な疑問なんですけれども、なんでその3回も証券会社、同じところに、同じ証券に転職しようと思ったんですか。ありがとうございます。いい質問ですね、それも。最初に入ったのは、当時その和光証券って業界でいうともう8番目とか9番目とか、非常に小さいというか、準大手っていう言い方も昔したんですけれども、で僕は非常にですね、成績が悪い人間でしたが、学生時代ですね、僕高校留年してて、大学も 1.5 回留年してて、世の中の人より3週遅れで僕社会に出てたから、新入社員だと25歳なんですよ。就職活動したのがその97年とか8年とかそれくらいなんですけど、その頃っていわゆるその就職氷河期っていう、採用もね、なかなか抑えられてたりとか、そもそもね、そんなでかい証券会社潰れたいのに、証券会社行くなんて結構リスキーですね。バカかと僕でも大きいところとかも全然やっぱり受かんなかったんですけども、たまたまその和光証券のところが取ってくれたっていうのがあって、とりあえず和光証券入りましたと。でたまたまですね、大学時代の同期が僕より1年前にやっぱりその社会人になってて、彼がそのリーマンブラザース行ってたんですよね。彼もその債券の営業部署だったんで、僕とやってることが一緒で、当時からすごく仲良かったんで、外資系のね、こう頑張ったらね稼げるっていうのも聞いて、普通のね、その営業マンでも年収1億円とかね超えてる人ね、いくらでもいますと。僕も証券のその仕事自体はね、非常に面白いなと思ってたんで、だったらアップサイドがある方がいいよねと、いうことで外資系の証券に行こうと思ったんですけど、僕バカ学生だったんで、英語全然できなかったんですよ。その最初に入ったその和光証券っていうのを1年半で辞めて、でちょっとアメリカに語学留学みたいなのをね行って、できないなりになんか身振り手振りでねやれば、なんとなく意思疎通はできるなぐらいには一応なって、そこからも外資、そうですね、そこで就職活動したら、たまたまそのフェアスターンズっていうそのアメリカの保険会社に入ることができて、2008年にリーマンショックっていうのがあって、リーマンブラザーズ潰れたじゃないですか。その半年前に僕がいたベアスタンドという会社がやっぱりなくなってるんですよ。でそのタイミングで僕は転職して、バークレーズに行ったんですね。今のキャリアで本当に大丈夫ですか。ビジネス戦闘力を上げて生涯年収を高めよう。
年収エージェントでまずは無料面談。バークレーズでの、はい、まあ、債券の営業って、はい、金融機関が主要クライアントになるんですよね。そうですね、はい。それ金融機関に何をするんですか。なんで彼らは債券買うかっていうと、その要は銀行のビジネスモデルって、うんうん、基本的に預金でお金を集めるわけですよね。銀行っていうのは借りて誰かに貸して、でそこの利材で儲けてるんですよね、はいはい、集めた預金を全部貸し出しに回すことはできないんですよね、うんうんうん、はい、預金のうちまあ7割ぐらいをその貸し出しに回して、うんうん、はい、余った3割で運用に回すんですよね、はい。まあ、僕自身もともと第一で株の部署にたので、営業の方が、まあ、こういう銘柄いいっすよみたいな話だったり、はい、持ってくることって結構あるかなというふうに思っているのと、はいはい、同時に債券とかって誰がどう仕入れてるんですか。それはまた別の部署があるんです。仕入れる部署があるし、まあ、債券というのは要は、まあ、簡単に言うと借金の証文ですから、はい、企業とかが発行するわけですよね。だからそういう企業とかに、まあ、債券発行しませんかっていう提案する部署もあるわけだし、うんうんうん、それって基本的にこの社債を売りたいとかこの国債を売りたいっていうモノベースであるのか、はいはい、金融機関に行ってダブつかせてお金あるんだったらこれで回したら金利何パーになりますよって、そっちの後者の提案も、はい、まあ、まあ、両方ですね。そういうまあ会社の事情で、うん、まあ、ちょっとこれを頑張って言ってくださいみたいな感じで言われることもありますし、これまあ元も子もない話なんですけど、うんうん、まあ、証券会社が取り扱ってる債券って、はい、そんな債って出ますか。すごいいい質問ですね。だからぶっちゃけ言っちゃうと変わんないわけですよ。変わんないわけですよ ね。そう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 。だからこそやっぱりなんていうのか、まあ、営業マンがこう頑張ってるその余地があるというか、うんうん、ベアスタンズっていうのは、うんうん、まあ、やっぱり知名度はね、うんうん、日本では全然高くなかったし、会社の名前言ってもね、お前やねんみたいな話なんで、なんじゃそれみたいなね、うん、話から始まったりとかするんですよね。だからそういう意味では営業マン一人一人のやりがいっていうのがね、うん、あるわけだし、クライアント者数は圧倒的に絞られてると思ってて、はい、常日頃なんかやることってあるんですか。あ、ありますあります。これは、はいはいはい、だから債券も国債とかがやっぱり流動性が高いんですよね、はい、でその間にいろいろお客さんがなんかこれ売りたいこれ買いたいみたいなのが、はい、まあ、やっぱり電話かかってきたりとか、あとこっちもどんどん電話するんですよ、うん、債券もどちらかというとその金融機関の方々って頻繁に売り買いするんですか。それは投資家によりますけれども、うん、だから結構売ったり買ったりをこの繰り返すような投資家さんもいらっしゃるし、うん、半年に数回とかしか買わないみたいなスタンスの方もいらっしゃるし、うんうんうん、まあ、そうですね、みんな半年に数回しか売り買いしないっていうお客さんだったら結構やることなくなりません。半年にそのじゃあ数回買うっていう時はそれなりになんか例えば利回り高いものを買ったりとかしたりするケースもあるので、利回り高いものっていうのが証券会社的には収益が多かったりとかするんです、うんですよね、うんうん、そういう時って当然そのお客さんもじゃあどっから買うかっていうのはやっぱり当然考えるので、チャンスをのこっちは逃しちゃったらまずいわけじゃないですか。常にこうリレーションを取っておいて、どんな感じの営業トークするんですか。基本的にはその毎日こう相場が動いてるんで相場の話とかをするんですけれども、うん、で相場の話なんてみんなどの証券マンもみんなしてくるわけじゃないですか。実際ね行ったりとかして可能であればそういう一緒に飲みに行ったりとかね、うんうん、僕のぐらいのペーペーですら、はい、よく飲みに連れてってもらいましたよ。いやそれはそうですよ。だって、まあ、でもペーペーの方はペーペーの方でね、部長と誰が仲いいとか仲悪くないとか、まあそういうのが結構大事なんですよ、うん、誰がキーパーソンかっていうのは当然違ってくるので、そういう情報収集っていうのがやっぱり大事なんですよね、うん、だからね、稼ぎのところも聞きたいんですけど、はい、債券の売買、まあ、営業って、はい、結局外資系特にバークレーズとかだとどういう報酬体系になるんですか、はい、基本的には固定給とボーナスとか、まあ、ボーナスはその個人の業績と会社全体の業績とマーケットがどうだかっていうのもやっぱり、うん、それも本社も含めてって感じなんですか。もちろんある程度ね、日本が良かったとかアメリカの会社だったらその本国のアメリカがね、うんうん、めちゃくちゃだったらやっぱり出ないですし、はい、リーマンショックの時とか僕でも結構実はあの年上げたんですよ。でもほぼ出なかったんだよ固定期は推移どんな感じなんですか。1年目はいくらみたいな、まあ、前職考慮とかそういうのを見込みっていう感じですよね。そうですね、僕の場合はだからもともとその和光証券に入って、まあ、それは新卒で入って、だから基本的に金融機関の初任給なんて月収17万とかね、まあ、昔だとそのぐらいですよね。そうそうそう、でベアの時の最初固定給が600万とかだったかな確か。で特にそのベアスターンズっていう会社は歩合の割合が高くて、はいはいはい、1年で上げた手数料の2割ぐらいが、まあ、2割陰性になるんですか。になるっていうのが大体、まあ、15% から 20% ぐらいっていうのが当時のベアスターンズの。結構でかいですね。そうそう、これかなりでかいんですよ。バークレーズはどうだったんですか。バークレーズは 20% とか 15% とか、あそういう数字でのやっぱり区切りはなくて、うん、ベースが1500とかだったんじゃないかな。ベース1500、うん、ボーナスが1000万か1000万弱とかじゃないですかね、多分、うん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 、それぐらいだったと。年間どんぐらい売ったら。バークレーズの場合は5億ぐらいをとりあえず上げるみたいなイメージでだったと思いますよ、確か、うんうん、これはそのバークレーズの中では普通くらいなんか、それでも結構すごかったりとかするんですかね。いや、バークレーズの中でも全然低い方じゃないですか、まあ、もちろんね、中央と地方だからっていう
もあるし、うんうん、まあ、その外資系の中では僕はもう多分1軍と2軍の間ぐらいですよ多分、うん、アホみたいにだって稼いでる人います。まあまあそう、うん、だから僕もだからもともと外資系証券行ったので年収1億円欲しいからと思って行ったんですけども、1億の人なんでまたリーマンショックの、ね、前なんかはね、うん、特にゴロゴロいましたし、再建営業とかでも全然いますよ。すげえなー。基本的にリレーションつないでの営業なんで、まあ、ずっとこう安定しそうですよね。いやいや、でもやっぱりそんな安定はしないですよね。だから会社がなくなっちゃったじゃないですか。あ、まあまあ、ね、マーケット要因とかもあるっていう。そうそうそう。で僕バークレーズも、まあ、要はクビになったんで。クビになったんですか。クビだったんですか。成績のところもあると思うし、そのイギリスの本社でよしじゃあ全部で5000人クビ切るぞみたいなの決めるんですよ、うん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 、でそしたら今度その本社の人がじゃあアメリカで何千人、はい、アジアで何千人みたいな人行くんで、うん、でそので最終的にその直属の、まあ、上司が決めるんでしょうね、おそらく。まあそれこそ欧米系だとドラスティックに動かしていきますよね。それこそバークレーズって日本から株式撤退したじゃないですか、確か。お仕事ぶっ潰すんだっていうような。だからそれもよくあるわけです。普通に終身雇用っていう概念で生きてるところからしたらもうないんで、驚きっすよね。だから、うん、我々はそれは当たり前なんで、ね、僕もそのクビになった時はもう9時過ぎには呼ばれて、でなんか別室連れてかれて、ね、なんかね、雇用が維持できなくなりましたって言われて、ほえっつって、でそのままオフィスに戻ることなく、あ、そのままもう会議室から帰る、受付に通されて、私物は後で送るね、あとは段ボールで送られてくるっていう、まあでもよく言いますよね、その外資系の営業マンの方とかって結局次の会社に拾ってもらえることが結構多い。でもそれは分かんないんだけど、それも要はプロ野球と一緒で、はあ、もう使い物にならなかったら声かかんないし、うんうんうん、そういうもんなんですか。僕はまあたまたま辞めた日の僕夜が合コンだったんですよ ね。その日のでその合コンしてる最中にね、なんかヘッドハンダーから電話かかってきて、次のところがまあすんなり決まって、まあ、次でもね働く機会を得たんですけども、よかったっすね。クビになったっていうのが僕もきっかけで、自分で、まあ、ビジネスをちょっとね、うん、やろうっていうことをちょっと考え始めて、だからまあその最後の会社にいた3年間っていうのは独立の準備をしながら3年間だったんで、うん、まあ、3年してまあ自分で辞めますって言って、うん、でまあ今の仕事になりましたっていう、うん、まあ、そんなような状況なんですよね。なるほど、そうですね、分かりました、ありがとうございます、はい、今の事業は楽しいですか。まあ、楽しいですね、はい、楽しいけど、まあ、まだそんなじゃあビジネス的にうまくいってるかっていうと、まあ、そんなうまくはいってないんですけれども、はいはい、まあ、でもそれもね、もうトライアンドエラーでもね、もうチャレンジしてもうやっていくしかないんで、自分でね好きなことを何でもできるし、もともとその僕もね証券会社行ったのはリスクリターンがねやっぱり、はいはいはい、まあ、サラリーマンの中でやっぱり一番高いし、うん、リスクリターンっていうのを一番ねその享受できるのって、まあ、やっぱり自分でビジネスやることじゃないですか、うんうん、そのまあビジネス見させてもらって、うん、そのモテ講座みたいな感じだったと思うんですけれども、はい、まあ ねはい、それ気になったのが、はい、ズバリ企業名でそのバークレイズとかいう名前でモテたりとかしました。はい、まあ、正直だから僕ね、うん、モテるために必要なことってほぼ全部やってきたと思うんですよね。まあ、一応ね学校もね慶応行ってるし、外資系証券行ったりとかタワーマン住んでみたりとかね、うんうんうん、ポルシェ乗ってみたりとかね、まあ、まあなんとなく普通の人が思いついて、まあ、これやりゃモテるだろうみたいなことはある程度全部はテンプレでやってますねバークレーズに限らず外資系証券行って小金っていうんですかね、うんうんうん、まあそれをね稼ぐことができて、うん、それによっていろんなね素敵な女の子に出会う機会っていうのは増えたりとか、軍資金を使ってね、まあ、いろいろできたっていうのはあるんで、それでいろんなね女性と仲良くなれたっていうのはあると思いますけど、逆にそれであるがゆえにね、女の子にバッグとかいっぱい買わされてね、うんうんうん、あのバッグ買った瞬間ね、もう連絡つかなくなったりとか、そんなにいくらでもあるんで、まあ、そういう意味ではプラマイゼロなんじゃないですか。なるほど、分かりました、ありがとうございます、はい、なんか会社の宣伝とかって最後入れますか。僕は今その恋愛事業をやってるので、合コンの方は年齢不問既婚者さんが大歓迎という、おお、怪しい合コンやってるそうなんで、独身の方はもちろんウェルカムですし、であとはあの営業代理店をやってるので、そこの前の営業員の方っていうのもまあ大募集中なんですよ。で僕の大好きなその成果報酬というか、まあ歩合制のシステムでやってて、まあ、売りやすくて稼ぎやすい商材っていうのを僕がピックアップして、まあ、それをマーケティングしてもらうっていう形でやってるんで、うん、頑張っていただければね、月100万とかも全然、ね、稼げる、うん、なるほど、はい、形には、まあ、そういうお手伝いもしてありますので、あとはまあ皆さんに一生懸命やっていただくはい、はい、だけですと、うん、まあ、全然副業とかでも構わないんで、うん、アモレシワメで検索してくれれば別にインスタでも TikTok でも出てきますので、ご興味あればそれでコンタクトいただければ、この年収チャンネル、うん、見ましたって、まあ、言っていただけると僕はありがたいですし、うん、じゃあ、はい、アモーレ石上さんの各種もろもろは概要欄に貼っておきますのでありがとうございます、はい、ぜひぜひ確認してみてください、はい、それでは、本日新しいゲストはアモーレさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。フリーランス向けオンラインサロン運営中、ビジネスマンは年収エージェントで転職、ウェブマーケプログラミング動画編集のスクール運営中、概要欄をご覧ください。年収エージェント。